ディンス・アン・ラムディンス・アン・ラムは、ベトナム近現代史研究に大きな足跡を残した歴史学者の一人。ベトナム歴史学会第4期副主席、ユネスコベトナム歴史、文化資料情報センター科学会議主席。ハティン・ショー・フォン・ソン・県尊断者社にいて、現長官人の家に生まれる。父親が、タイン・ホア・ショー・イエン・ディン・県の知見となったため、両親に従ってタイン・ホアで育ち。 ここが第二の故郷となった。中卒資格を得て、笛の国学で学び、哲学文章の高卒試験を満点で卒業する。8月革命の後、彼はベトナム民主共和国における第一世代の高校教員となった。1954年、文科師範大学2年生に編入し、ファンフイレアチャンク・オック・ブオンと同期になる。優秀学生として卒業し、 ハノイ総合大学歴史学部講師となった、チャンバンザウの指導のもと、ベトナム近代史部門の発展に貢献した。この頃、1897から1914年の、ベトナム市ホアンホアタムとイエンテイでの農民運動、近代ベトナム市といった研究所の観光、教科書編纂を行った、彼は国内外30人以上の博士の指導教員となり、 200以上の学術研究をものしている。1980年に歴史学分野の副教授、1984年に教授となる。グエンランと共に彼は国家から最初に人民教師の称号と第一等労働勲章を授与された人物である。ディンス・アン・ラムは370以上の筆頭著者論文があり、7つのテーマで90冊もの。 書籍を執筆もしくは寄稿している。主要著作として、下記のものが挙げられる、Dio SSHC、ニャーギロニアンダーンデンシュエンラムベトナムの教授号は、大学、研究機関での職会であると同時に個人に授与される、称号でもあるので、退職後も修正これを名乗ることができる。ありがとうございます。